I was old, I was young, I was sitting in the sun. I was tired of the run, I was done. Life was great, life was hard, in a way an awful card. You can't win the losing hand.座り心地悪いやろ、それ。座り心地ちょっと結構あれやね、やっぱやっぱ椅子じゃないもんね。そうやね、うん、まあまあでもたまに寝転んだりするからいいんじゃない。いいと思う。お腹減ったな。え、ご飯炊いてますよ、今。ご飯炊いてます。今日のご飯は何ですか。お昼ご飯は早いも一回作ったけど、温玉キムチ牛丼です。ああいいね。子供たちリクエストで決まりました。温玉結構美味しかったもんな、これも全部いっちゃう感じ？全部いきますよ。わ、すごい量になるやん。無理かな、こんな食べられん。まあ、食べれるは食べれるけどな。食べれるんかい。もちろん。いやー、足りるな。いけば十分。もう美味しい匂いする。よし、お肉出来上がり。びっくり。久しぶりの5月ぶり以来じゃない？うん、棚田以来やろ。超美味しい。ママ、ん？おっと焼いて。やばいパパこれ。パパのお肉何枚かあげていいよ。いいよいいよ。ほんまにほんまに大丈夫。いただきます。どうぞ。
パパすぐ卵潰す早い。潰すやんね、やっぱり。うん。うまい。おいしい。やっぱりうまい。うん、ね。よいしょ。はいはい。はいよ。ありがとうございます。これから辛いで。めっちゃいい匂いする。それ、いただいた豆。あ、そうそう。あのいつもあのツイッターでよくしてもらってるともさんに、あのそうそうそう、あの前回のあの棚田キャンプの時に初めてお会いして、これチャオペブレンド。こちらが来れました。ありがとうございます。ともさん初めて飲ませてもらいます。めっちゃいい匂いします。そんな豆です。そんな豆をひいてコーヒー飲もう。コーヒーをねちょっと休憩しよう。あーめっちゃいい匂いする。We're not gonna make it. I don't feel the same as you. Why should I fake it? I don't love you like I used to. Oh, it's a tragic story, but it happens all the time.今日はなんか獣の鳴き声が結構するな。する。こっち側やからかな。あ、なるほどね。そのうちあれかな、おじろ猫とか誕生するかな。夕暮れやな。
とりあえずおでん食べますか。食べましょう。久しぶりやな、5月以来。うん、今年、おくびやこ。今年やろ。うわ久しぶり。おくびやこもおくびやこで結構寒かったもんな。うん、ゴールデンウィークやったけど、うん、なんか寒かったな。寒かった。京都大差ないぐらい寒かった気がする。うん、楽しいよ、美味しいよ、おでんは。こだ漆黒やな。漆黒の翼、漆黒の翼なってんな。どう、おでん煮立ってきてる？どうかしら。いっちゃいましょうか。開けましょう。もうグツグツ聞こえてきたから。兄貴、開けますよ。開けてください、兄貴、兄貴。パカー、うわー、はい、じゃあ俺の相棒。熱い、ふうふうしてよ。こんなもんかな。これは美味しいよ。味噌スープかけていいですか。かけようかな思ってます。味噌スープでいったってくださいよ。味噌スープをこんにゃくにかけて、ちょっとシンプルに折り合いでいきますか。大根はじめ田楽風にしようかな思ってんね。うまっ。こんにゃくに味噌スープかけて、これはやばい。田楽風にしよう思ってんね。味噌田楽ってやつですか。うん、じゃあちょっと味噌の方もいきますね。アウトポッケ、うん、絶対うまいよ。いやもう完璧やわこれ。うまっ、やばい、うまっ。キャンプにおでんっていいな。うん、前もしてん半年前ぐらいですよね。うん、やっぱ寒い時におでんめっちゃいいな。いいわ。昔おでんなんか食べることなんかなかったけど、なんかグルキャンに呼ばれたからみんなで行きましょう、ね、モリモリさんが呼んでくれたから、うん、お呼ばれしちゃったから行こっか。行きましょう。行こう。真っ暗やけど、はい、行きましょう。めっちゃ暗闇、ちょっと緊張するけど、みんなで盛り上げていこう。嬉しいか。はい、じゃあ違う、行こう。え、モリモリさんが作ったんですか。あ、僕が作りました。やっぱりあれクリスマスの時どんな感じだったの。あれバカバカ強い、クリスマス5キロ。すごいな。綺麗にしとった方がいいですよね。汚い、汚いな、なんかちょっと。いや、大丈夫です。もう大丈夫です。ありのままで大丈夫です。ありのままで。ありのままで。エイジを見たいのよ。ちょっとこれか。あらららら、入っときゃよかったな、これ。4号準備しとったね、これ。ごめん。うわ、おかまもん。これいいですよ、これは。これね、すごい。めっちゃ上、ユニフレーム。はい、ユニフレームの、あの、ここだけなんですよ。すごい。やっぱり、全然違いますね。蓋が重いから、やっぱり圧力が。これで、5号炊けるんですよ。いやいや、うん。これむっちゃいいですよ。ガンギマリだな、ほんとに。おしゃれ。これがルー。どういった集まりなんですか。ちょっとモリモリさんに軽くしか話聞いてないんですけど、インスタの、はい、そのなんかカメラマン、はい、趣味でカメラしてる人の、はい、こうインスタでまあつながってるんですよ、はい、その、はい、まあ、まあ大体そういうカメラの有名な方が違う。ここは、ここはまあ有名な人も、いやいやいや、ここフォロワー 10万人ぐらい、うん、景色とかですね。あ、ポートレート、ポートレート、はい、うん、人がメインで、テレビとか紹介されたんでしょ。おばあちゃん撮って、うん、これお酒っていうね。ツイッターおばあちゃん、自分のおばあちゃん、あ、
一番飲まないの。あ、そうです。すごい。差し支えなければのお名前を。あ、インスタのアカウント名ですか。ヤストって言います。僕これ、はい、これです。ミスター、ミスターいい加減っていう。いい加減じゃない。いい加減なの。いい加減。いい加減。いい方の方。いい加減じゃなくて。これです。いい加減。ヤストさん。インスタもこれでやってますんで。アカウント。いい加減。ミスターいい加減で。このアカウント。あ、これこれこれ。すごい。作ったんですね。そうなんですよ。これ昭和49年創業で、これ誕生、あの、誕生年、生まれた年ですね、49年生まれなんで、はい、うわ、すごいこれ、あ、それです、それです、これ、はい、それです、よし、いや、もう、行きましたありがとうございます。いや、もう怖い、恥ずかしいんですけど、怖い、めっちゃ怖いです。何が怖いですか。いや、はい、そんな何万人、全然この人、そのまま怖いの顔だけなんで、いや、もう見た、ありがとうございます、ありがとうございます。2時間ぐらい寝てましたよ。ヨガやばい。ばあちゃん、自分のこんなのを撮ってます。岡山県ですかね。はい。ちょっと、この桁がもう全然違う。前に。あら。すみません。もう申し訳ないです。いやいや、全然。独学というか。あ、そうですね。好きでずっと、ずっとやってましたね。すごいな。やっぱ好きな人は。写真をうまく撮れるコツみたいな聞いてた方がいいじゃん。いや、もう全員トイロやと、もう人それぞれ思うんで、もう全然、今日始めた人が全然いい写真撮る、あの写真ってそれがあるから面白いやなんか、そんな、なんかこう撮るからみたいな学ばん方が逆に、もう私はこうよみたいな方が、それでいいと思うんですけど、なんかその人それぞれの感性があるし、絶対見え方が全然違うし、正解ないから僕らやられてるんで、多分そこを求めて楽しんでるんで、なんかそんな気持ちでいますね。すごいですね、なんかあのアナザースカイみたいな。いやいや、いや、情熱大陸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 って言ってましたね、今博士太郎見えたもん。曲が流れてきて出るんじゃない。1月5日に、すごいほんまに。そういう写真やるのがね、ありがたいですね、こういう機会を。あ、そうですね。アナギタップ閉じまくて、タップっていうのがやってくれてる。やっぱそれでこうやって集まって、みんなと年一じゃないかと。で、ストーブ1個ぐらいでやる。なかなかこういう時代ですけど。関西を中心に、皆さん。主催の一番元のそのアナキャンの、アナキチって子が、あの主催してるんですけど、ね、あ、穴吉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 さん、主催者、主催者、顔でかっ、顔でかいな、顔でかっ、長っ、すごいっすね、何に顔でかっ、めっちゃ顔でかいやん。マスクの裏は真顔です。目を出すな。目を出すな。なんで俺かぶるの。多分似合います。
美味しい。うん。争奪戦になってる。楽しかったな。いや、ほんでさ、めっちゃオムライス美味しくなかった。やばかったよな。いい加減さんの作ったオムライス最高。気絶するかと思った。レシピ教えてもらったからちょっと練習したいと思います。次やります。キャンプで。キャンプで中華鍋か。中華鍋買っていや、あの、上手になってからでいいですか。楽しかったっすね。楽しかった。いろんな人の話聞けて刺激になりましたね。うん、めっちゃ楽しかった。テント戻ってゆっくりしますか。うん、ゆっくりしよう。はい、星のな写真とか撮ってみたいし。やってみましょう。やろう。はい、はい。どうですか、月一に行くようキャンプで始めて。もうでも今年最後かなって感じやったけど、なんかテディさん曰くイベント的に開くかもって言ってたから。冬季の間も、うん、でもあれやんな、スタッドレス履かなかんな。スタッドレスはもういりますね。何してるの。まあ今年は多分最後になると思うけど。何送ったんだべ。次は冬はもう南へ、南へ、南へ行きましょう。南へ行きましてね。あっちしとき。じゃあもうなかなかでも月1回でこれ食べるってないよな。初めて。そういうやっぱ特バイティアママにとっては特別な場所。そう、ここが私のアナザースカイって言うてね言うてますけども。やかましいな。まあやかましい言われるわ。こんなアナザースカイ言うて。その棚田でもアナザースカイ言うことやかましいわ。何個あるそれ。やかましい言われるわ。な、手割り。まあいいんじゃないですか、そのアナザースカイ。自分にとってアナザースカイ、いっぱい増やしてたらいいんじゃないかなと思いますよ。今日は本気で片付けるからここで終わりましょうか。じゃあ最後にチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、動画中盤ぐらいにできた有名インスタグラマーの方に、あ、すごい宴会に呼ばせてもらってお呼ばれして、インスタもぜひチェックしてみてください。概要欄に貼っておきます。すごい人たちなんで。すごいです、写真がほんまに。おお、もう見てますけど、やばかった。やばかったよな。すごい人たちと関われて今回は本当に良かったです。ありがとうございました、皆さん。終わりましょうか。片付けます。お疲れ様でした。お疲れです。Let's leave the past behind.